こんにちは。脳科学の視点から潜在意識を上手に使って夢を叶えるドリームプランナーのてっちゃさちこです。このドリームプランナーを使ってですね、夢を叶えた人に今日はインタビューしていきたいと思います。今日はですね、少し恥ずかしいということで、可愛いうさぎちゃんのねアバターで参加していただいています。ではまず自己紹介お願いします。システムエンジニアをやっているうさぎです。はい、うさぎちゃん、今日はよろしくお願いします。はい、うさぎちゃんもね、なんかちょっと緊張してるような、私もちょっと緊張してるんですけれども、ではですね、うさぎちゃんはこの講座に出会う前ってどんな状況だったんでしょうか？2016年にドリームプランナーに出会いました。その時は、まあ、派遣で仕事をやっていて、まあまあ順調でしたが、まあ、彼氏と別れたばかりで気持ち的にはどん底でした。なるほど、そうなんですね。仕事はまあまあだけど気持ちはどん底だったと。さて、まあ、いろんな、ね、講座がある中、このドリームプランナーを選んでくださったのはなぜですか？たまたまインターネットで見つけて気軽に受講しました。ありがとうございます。たまたま見つけてくださったんですね。じゃあ実際に受講してみてどんな変化があったか聞いてもいいですか？大きく分けると2つの変化がありまして、1つは仕事で独立したこと、もう1つは、結婚が決まったことです。おめでとうございます。仕事も結婚も両方手に入れちゃったんですね。はい。ちなみになぜそんなことが起きたんでしょうか？そうですね、まず仕事に関しては、まあ、その未来、まあ、どうなりたいかっていうのを自分で明確にして、まあ、そしたら仕事ではもっと自由に働きたいんだなってことが分かって、でもっともっと収入上げたいっていうことも分かったので、まあ、そうですね、自分の行きたいところが分かったので、まあ、そしたら2年後にそれが実現しました。すごい、おめでとうございます。自分がね、どうなりたいかを明確にしたら本当に実現できちゃったんですね。はい。実際に、ね、こう派遣でやってた時と独立した時、収入とかって変わるんですか？はい、収入は、倍になりました。すごい、倍になったんですね。はい。わあ、すごいですね。あと、その自由に働きたいっていうところとかに関しては、どうですか？やっぱり自由な感じですか？まあ、実際忙しかったり、プレッシャーもあるから、自由とも言い切れないのですが、まあ、コロナ前は、一つの案件が終わると、海外旅行に出かけるという生活をしていました。素敵。そうか。じゃあ、ね、なかなかね、海外長期とかね、行けない人が多い中、案件終わったから、じゃあ行ってきますみたいな感じで、海外旅行を満喫すると。はい。わあ、素敵。いいですね。あと、結婚が決まったって話もね、ぜひちょっと聞きたいなぁなんて思うんですけれども、なんか、どんなきっかけがあったりしたんですか？結婚はずっとこじらせていて、まあ、ドリームプランナーと出会って夢はたくさん叶えたけれども、結婚はどうしても決まらなくて、もう自分は結婚しない人生なのかなと思っていました、が、まあ、そうですね、急に結婚が決まりまして、まあ、まあ、なんで決まったかっていうと、まあ、一つはコーチングで自分の感情と、まあ、徹底的に向き合ったらブロックが外れたのかなと思っています。そうなんですね。そう、ドリームプランナーね、実践会というところは、まあ、このノートをね、書いて潜在意識を上手に使うということ以外にも、まあ、担当コーチがついてね、こうコーチングを受けるっていう機会がね、結構あるんですよね。週1ペースぐらいであったりするんですけど、そのコーチングで自分の向き合ったらブロックが外れたんですね。はい。へえ、なるほど。それで結婚決まった。はい。まあ、あともう一つありまして、まあ、ちょっともうどん底だって、気持ち的にどん底だっていう時があったんですが、まあ、その
フォローグルコンっていうので、その3年後の自分になりきってインタビューを受けるというセッションがありました。でもう3年後の自分になりきって、石油王と結婚してとかなんか言ってたら、まあすごい気分が明るくなって、そうだこんなどん底なんて3年後から見たらもう笑い話なんだって思えてきました。でそしたらその2週間後に彼と出会いました。おーすごい、気持ちが上がった2週間後に彼と出会って、そして、はい、トントンとどんどん進んでいったと。はい、わーおめでとうございます。そうなんですね、そうでしたか。そう、この講座ってどんな方におすすめだと思いますか？やっぱり夢を叶えたい方におすすめです。うーん、そうなんですね。ちなみにね、やっぱりアラフォーアラフィフの方は結構ね、うちの実践会多いなぁなんて思うんですけれども、うさぎちゃんって、はい、ちなみにおいくつぐらいなんですか？46です。そうなんですね、はい、そうかそうか、本当に嬉しいですね、出会いがあって、はい、そして結婚できたって、おめでとうございます。ありがとうございます。今どんな心境なんですか？仕事もやりたい仕事も手に入れ、そしてね、本当に人生のパートナー結婚も決まり、はい、幸せしかないです。ありがとうございます。では最後に、ね、今後のうさぎちゃんのビジョン、よかったら聞かせてください。幸せな主婦になる。そうなんですね。幸せな主婦になるってことなんですね。はい、はい、今日はですね、貴重なインタビューを聞かせてくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、この動画が本当にね、こう今迷ってる人や悩んでる人のね、なんか参考や勇気になったらなと思ってます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。